の音にはしない。危ない危ない。やあ皆さんこんばんは、イムロエイスケです。このチャンネルでは日本の未解決事件、解決済みの事件も含めて、様々な事件の検証や考察、紹介をしてまいります。それでは始めましょうか。大宮事件。徳川幕府15代将軍である徳川慶喜が、日本国の統治権を朝廷へ返上する、いわゆる大政奉還を提唱して日本国の転換期を形成した最大の功労者と言われた元土佐藩士の坂本龍馬が、京都で何者かに暗殺された大宮事件。龍馬暗殺に浮かび上がる数々の容疑者たち、その中の一人である元京都見回り組の今井信夫は本当に大宮事件の実行犯だったのか、そして龍馬はなぜ暗殺されなければならなかったのか、明智惟藤、日向守光秀が織田信長に対して謀反を起こした本能寺の変と並び、日本国最大のミステリーと呼ばれる大宮事件を改めて検証し、龍馬暗殺の黒幕とその理由に氷室が鋭く迫る。大宮事件の概要。大宮事件とは、幕末時代の1867年11月15日金曜日、太陽暦12月10日に坂本龍馬が京都河原町にあった大宮井口新助邸の2階において突如襲撃を受けて暗殺された事件。この日の京都は朝から午後過ぎまで雨が降り続き、その影響で寒さが一段と厳しかった。その日の夜、京都河原町で醤油の商いをしていた大宮の井口新助邸の2階に坂本龍馬は滞在していた。龍馬が火鉢に当たりながらくつろいでいると、そこに土佐藩出身の中岡慎太郎と岡本健三郎の2人が来訪する。龍馬の宿所でもある大宮の2階には、龍馬の家来で用心棒でもある力士の山田藤吉も同居している。やがて龍馬がシャモ鍋が食べたいというので中岡に手紙を届けに来ていた菊屋の峰吉、中岡が宿所としているところの息子が近所の店にシャモ肉を買いに行き、それを塩に岡本も大宮を後にしている。その少し後に数名の武士たちが龍馬を訪ねて大宮へやってくる。開花で取り継いだ山田が武士たちを案内するため階段を上がると、いきなり背後から切られて転倒。直後に武士たちは龍馬と中岡のいる座敷に入り、談笑して油断させた後、火鉢を挟んで座っていた龍馬と中岡にビリかかり、龍馬は額を割られる。それでも龍馬は背後の床の間に置いてあった刀を取ろうとするが、武士に背中を袈裟切りにされる。さらに龍馬は武士の身立ち目を鞘のまま受けて必死に防御を試みるが、再び頭部を切られて昏倒。中岡も後頭部などを数人の武士に切られて重傷を負った。刺客たちが去ると龍馬は意識を取り戻し、死んだ、手は効くかと中岡を気遣った。そして龍馬は開花の店の者に医者を呼べと声をかけたが、わしゃ脳をやられた、もういかんと言って絶命した。くしくもこの日は坂本龍馬33歳の誕生日であった。なお山田は刺客たちに切られた傷が元で翌日に死去、中岡も翌々日に死去する。山田藤吉享年20歳、中岡慎太郎享年30歳であった。龍馬と中岡たちが殺害された大宮跡は現在京都河原町通りの繁華街で、石碑のみが大宮事件を後世へ伝えている。大宮事件の容疑者たち。事件当日に知らせを受けた土佐藩蕎麦要約の寺村左前道成は、その日の日記において新選組が事件に関与している疑いを記している。その理由は、大宮の現場には新選組大使が履いていたとされる下駄や刀の鞘が遺留品として残されていた上、龍馬と共に被害に遭った中岡慎太郎が亡くなる前に
コナクソという四国伊予弁を聞いたと証言していたことだ。現に大宮事件当時は伊予出身である新選組十番隊組長の原田佐之助らによる新選組の犯行と思われていた。また明治維新後新政府に捕獲されて斬首刑に処された新選組大使の大石桑次郎が厳しい取り調べでの拷問に耐えきれず一度は龍馬暗殺を自白しているが前言を翻し京都見回り組の仕業だと言って否認。確かに砂漠派である会津藩お預けの新選組が倒幕派の中心人物であった坂本龍馬を暗殺したとしても何ら不思議な話ではない。龍馬を暗殺して現場に自分たちの物証を残し新選組の名を全国に轟かして幕府内で出世したいと新選組局長の近藤勇や副長の土方歳三新選組一番隊組長の沖田総司が思ったこともあるだろう。しかし現場に物証を残すことで逆に新選組の犯行に見せかけようとする何者かの意図が感じられる。なぜならもし大宮事件が新選組の犯行であれば近藤や土方たちは池田屋事件のように手柄として堂々と周囲に喧伝したはずだ。しかし新選組はそのような喧伝を一切行っていない。しかも新選組は大宮事件当日の夜に会合を開いており烈気としたアリバイがある。身の危険を感じていた坂本龍馬は事件が起こる10日前に海援隊の詰め所から大宮に隠れ家を変えたばかりだ。しかも龍馬は大宮の裏庭にある土蔵に密室を作って裏手にある西岸寺への脱出ルートまで確保するという徹底した用意周到ぶりだ。また事件の2日前には元新選組大使であり龍馬の身を案じた伊藤貸太郎から土佐藩邸に移るよう警告されている。これだけ用心深かった坂本龍馬が全く防御できずに殺害されたのは来訪した武士の中に顔見知りがいて思わず油断したからではないだろうか。また玄関口で武士たちを取り継いだのは龍馬の身辺警護を担当していた山田藤吉だ。力士で腕っぷしもあるその山田が階段で背後から切られていたことを踏まえると山田も警戒心がかなり薄かったのがよくわかる。龍馬を訪ねてきた武士たちは十津川郷士を名乗ったと現代に伝えられているがそうなると山田にとっては見知らぬ人間となる。しかし武士たちが本当に見知らぬ相手ならば山田は龍馬の身辺警護をしていた人物だ。間違いなく警戒したであろう。したがって背後から切られるほどの隙は山田には生じていないはずだ。つまり龍馬を襲撃した武士たちは一応山田も顔を知った人物たちとなる。そうなると可能性があるのは土佐藩士だがその中でも後藤象二郎は龍馬が考えた大政奉還を自分の意見として主君でもある土佐藩主の山の内陽道へ進言していた経緯もある。後藤が倒幕の一員となった大政奉還の手柄を独り占めしようと考えて同郷の資格を龍馬へ放ったとしても何ら不思議な話ではない。それならば同じ土佐藩士の中岡も油断したであろう。龍馬が額に受けた刀傷や掛け軸の血痕から龍馬を斬った武士は左利きとされている。武士にとって刀は右側に置くのが作法の常識だ。これは武士の礼儀で有効の意味を示す。対して武士が刀を左側に置くと相手に対する無礼な行為で敵意を表すことになる。つまり龍馬が額に受けた刀傷は現場の状況からして左利きの武士が同じ目線で刀を横向きに抜いた証拠であるのを示している。ここで重要なのは左利きの武士が刀を右側に置いた場合刀を持ち替えなければならないという物理的なタイムラグが生じることだ。よって刺客がこの刀傷を龍馬へつけるためには自身が龍馬と向かい合って座っていなければならない。右利きではたとえ腕利きな武士でも北進一刀流免許会伝の元号である龍馬の額に刀傷をつけることは極めて難しい。なぜなら左手に刀を持ち替えている間に龍馬に返り討ちに遭うのは目に見えている。龍馬が拳銃を所持していたならなおさらだ。仮に刺客が右利きなら何も左手に刀を持ち替えてまで龍馬を斬る必要性はどこにもない。そのまま右手で斬ればいいだけの話だ。その観点からも
左利き犯人説を有力とする間接的な根拠となるだろう。北辰一刀流免許会伝の剣豪である坂本龍馬を切れる実力を備えている左手使いの剣士は、戦術した大石桑次郎を除くと、新選組三番隊組長だった斎藤はじめを置いて他にいない。薩摩の影。斎藤は左片手一本付きの剣術が得意技で、その理由から左利きだったのではないかと言われている。しかし剣術や剣道においては左手に力の重心を置くので、左片手一本付きでも左手で突く構えになっているのだと考えられる。したがって斎藤が左片手一本付きを得意技にしていたからといって、必ずしも左利きだったかどうかは確実には分かっていない。ちなみに斎藤は大宮事件当時、伊藤貸太郎など同志14名と共に御陵絵寺、交代寺等を結成したが、これが後に大宮事件の重要な意味を持ってくる。坂本龍馬は寺田屋事件において奉行所の役人2人を拳銃で射殺していたこともあり、新選組と共に京都の治安維持に努めていた佐々木忠三郎を率いる京都見回り組に追われていた。明治維新後に勃発した戊辰戦争で捕虜となった元京都見回り組大使である今井信夫は、自分が坂本龍馬を暗殺したと自供している。この今井による自供で、大宮事件における龍馬暗殺は京都見回り組による犯行と現代に通説されている。だが大宮事件の容疑者は坂本龍馬の盟友にも存在した。龍馬の仲立ちや必死の説得により温州を越えて同盟を結び、西洋の最新式兵器アームストロング砲などを装備した当時の島津薩摩藩と毛利長州藩は、軍事力において旧幕府軍を圧倒しており、旧幕府軍1万5000に対して薩長を中心とした新政府軍5000で行われた鳥羽伏見の戦いでは、旧幕府軍は致命的な惨敗をしている。ただし新政府軍が錦の御旗、天皇の軍の旗を掲げて戦ったことで旧幕府側が朝敵となり、兵士の士気や戦意が喪失したことも付け加えておく。西郷隆盛や大久保利通、長州藩の木戸孝允、そしてかつて龍馬が在籍していた土佐藩の板垣退助たちはあくまでも武力による倒幕を目指していた。織田信長で言えば天下布武だ。しかし坂本龍馬は徳川幕府の大政奉還を実現させるなど無血革命の思想へと傾いており、明治維新後の新体制には日本が一丸となって欧米列強へ対抗するために徳川や幕臣を組み込むつもりでいた。大政奉還の実現や薩長同盟をまとめた坂本龍馬の力量や影響力、そのカリスマ性は明治天皇も認めていた。そうなると旧幕府の完全排除を目指していた西郷たちにとっては、坂本龍馬の存在は目の上のたんこぶとなり、次第に目障りなものになっていったのは間違いない。西郷や大久保の意を受けた薩摩藩士急進派などが資格を放って坂本龍馬を暗殺したと考えられなくもない。その根拠となるものが西郷の行動に隠されており、ある人物の存在が大きく大宮事件に関わってくる。氷室英介の考察。では大宮事件における私の考察を述べていこう。ここからはあくまでも私の個人的な推測に基づく考察となる。それを了承し承諾できる人のみご視聴願いたい。コメントはガイドラインを読んだ上で承諾できる人のみコメントしていただきたい。先述したように現在において坂本龍馬が暗殺された大宮事件は京都見回り組の犯行とする説が通説となっている。7ヶ月前に当チャンネルで大宮事件を取り上げた際に黒幕を推測したが、今回は龍馬を切った人物も推測する。再検証を踏まえて出した氷室の推測は、黒幕は前回と同じく西郷隆盛だが、実行犯は斎藤はじめと御陵絵寺たち数人と推測する。7ヶ月前に大宮事件を動画にした時からずっと引っかかっていたある違和感があった。それが
御領事の伊藤貸太郎が龍馬の身を案じて潜伏先を大宮から土佐藩邸に変えることを龍馬に忠告したことだ。御領事と薩摩藩は元薩摩藩士で伊藤や斎藤たちと共に御領事に加わった富山弥兵を介して組織的な関係にあった。それを踏まえると伊藤が薩摩藩の動向をつかみ龍馬に忠告したのは論理的に整合性がある。これこそが薩摩藩、強いては西郷隆盛が龍馬を抹殺することを示していた証左となる。なぜなら龍馬の身を案じて大宮から隠れ家を変えるなら別に土佐藩邸でなく薩摩藩邸でもいい話だ。確かに大宮事件発生当時は西郷と龍馬は倒幕をめぐって意見の対立があったのは事実だが、険悪とまでは言い難い。隠れ家にするなら土佐藩邸よりも屈強な武士がいる薩摩藩邸の方が安心できる。しかし伊藤はそれを忠告しなかった。いや、できなかったからこそ土佐藩邸に移るように龍馬へ行ったのではないだろうか。どんな事件においても犯人は必ず現場に痕跡を残す。それは大宮事件も例外ではない。その痕跡は2つある。1つは龍馬が額に受けた刀傷だ。額を水平に叩き割られた龍馬は座った状態でこの一撃を受けた。この刀傷は頭蓋骨を割り脳にまで達していたという。瞬時に額を水平に叩き割れる剣術は左片手一本突きを置いて他にない。別名ガトツと呼ばれるこの剣術は刀を水平に構えて相手を刺す平突きで、その破壊力は凄まじく人間の体を真っ二つにしたり頑丈な壁や門まで破壊できるほどだ。そのガトツの使い手だった斎藤ならば龍馬の額についた水平の刀傷も物理的に整合性が取れる。もう一つが中岡慎太郎が龍馬と共に襲撃を受けた際に聞いた四国伊予弁とされる粉くそだ。実はこの粉くそに似た方言がある。それが鹿児島弁のほげなくそだ。これは薩摩の方言でこの野郎という意味である。そして御領事には戦術した薩摩出身の富山弥兵がいた。犯人たちが現場に残した2つの痕跡も富山と斎藤たち御領事による犯行ならば全てにおいて整合性が取れる。おそらく斎藤や富山は大宮事件前から龍馬に接近して龍馬の警戒心を解いたのだろう。大宮にも何回か上がって来るべき襲撃に備えて現場を隅々まで観察したと思われる。伊藤も同志である斎藤の動向は分かっていたと思われるが、あからさまに龍馬をかばえば今度は自分が西郷から狙われる可能性がある。伊藤からすれば土佐藩邸に移れと龍馬に忠告するのが精一杯だったであろう。そうなればそうなるほどいぶかしくなってくるのが今井信夫の自供だ。京都見回り組の大使であった今井は西郷隆盛が今井の除名嘆願をしたことで処刑を免れて釈放されている。そもそもこの西郷の行動がおかしいのだ。そこまでして西郷が今井を助ける義理や理由は全くない。西郷黒幕説を否定している人たちはこの点が論理的に説明できていないのだ。明治維新樹立の立役者にして西郷の盟友だった坂本龍馬を暗殺したと今井が自白して一切何の罪にも問われないのは明らかに不自然と言える。先に捕獲された大石桑次郎や近藤勇が斬首されていればなおさらだ。後に日本国の内閣総理大臣となる黒田良介が先々の日本を見据えて必死になって榎本武明の除名嘆願をした場合と違い、今井は明治政府にとって重要人物ではない。言い方は悪いが処刑の見せしめにはできても政治的な利用価値は全くない。そこで西郷が新政府軍に捕獲された元京都見回り組の今井に次のような相談を持ちかけたらどうだろうか。今井君、君が大宮で龍馬を斬ったことにしてくれないか。京都見回り組だった今井君が龍馬を斬ったとなれば君は旧幕府に尽くした忠義の士として歴史に名を残せる。また旧幕府の人間も大政奉還を考えて実行させた坂本龍馬を斬ったのが幕府の人間だったとなれば彼らの面目も立つだろう。私が今井君の除名嘆願と釈放に尽力しよう。約束だ。今井にとっても避けられない可能性が高かった処刑を免れ歴史に名を残せるのであれば決して悪い話ではない。むしろ小躍りするくらい喜んで承諾したであろう。こうして
西郷が今井を説得し了承させたとしたら、西郷の行動にも論理的な整合性が出てくる。事件に巻き込まれた中岡慎太郎は即死ではなく、事件から2日後に他界している。中岡は龍馬の最後の様子などを証言できるほど詳しく話せる状態にあった。にもかかわらず、なぜ中岡は犯人のことを何も語らずに言ったのであろうか。かっぽ譲って、中岡が斉藤や富山のことを知らなかったとしても、山田が怪しむことなく2階へ案内し背後から切られていた点を踏まえれば、少なくとも龍馬からどこの誰かは聞いていたと思われる。また中岡は龍馬を切られる瞬間を目撃していた以上、視覚の特徴や聞き手なども十分に証言できたはずだ。普通であれば真っ先に語らなければならない話だが、もし中岡が語りたくても語れなかったとしたらどうだろうか。土佐藩と薩長は新政府軍として錦の御旗のもとに一体となって東幕や明治維新を確立するために邁進していた。そんな状況下において、中岡の口から自分たちが西郷の意を受けた人間に襲われた可能性があると語れば、間違いなく新政府軍内の足並みは乱れ、疑念が生じ亀裂が入るだろう。欧米列強が日本国を植民地にしようと画策して、外国船舶が頻繁に日本へ現れている最中に新政府内で分裂している場合ではない。また中岡は倒幕後における旧幕府の処遇について西郷と龍馬の意見が割れていたことも知っていた。状況を踏まえれば、ずば抜けた外交能力や調整能力に長けた中岡慎太郎のことだ。すぐに西郷先生の仕業かと見抜いたであろう。そう考えた中岡が墓の下まで秘密を持って行ったとしても何らおかしくはない。大宮事件における様々な点を線に結びつけるには、西郷隆盛や斎藤はじめたち御両絵師が事件に関与していたと考えるのが一番自然的だろう。ちなみに日本国内で一番最初に新婚旅行をしたのは坂本龍馬とその妻君である楢崎龍。その新婚旅行先は薩摩藩があった鹿児島である。くなられた坂本龍馬、中岡慎太郎、山田藤吉のご冥福を慎んでお祈りいたします。合唱。今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。よろしければ当チャンネルのご登録と高評価、コメントやベルマークの通知設定、メンバーシップへのご加入をご願いいたします。氷室英介。